クメールは KDE デスクトップ環境における電子、メールクライアントである。ホルダフィルタリング、HTML メールの表示、国際文字セットをサポートする。imap、dmap、pop3 や送られてきたメールに対するローカルのメールボックスを扱える。SMTP やセンドメールを通じてメールを送れる。クメールにはスパムフィルタープログラムを扱えるようにするための二つの 特別なフィルターがある。このようなモジュール化されたフィルターはテキストフィルター組み合わせられるのでスパマサソンによって印が付けられたメールをヘッダーを検索することで検出することができる。クメールでメールサーバ上でスパムのフィルタリングを手動で行える。これはダイヤルアップユーザーにとっては非常に興味深い機能である。最大サイズを超えたメールは自動的にローカルコンピュータに コピーされない。ダウンロード、メールを後で、ダウンロード、サーバからメールを削除というオプションがあり、クメールはメールの一覧を表示するが、メッセージ全体をダウンロードしないようにできる。そのためスパムや大きなサイズのメッセージを削除するときに、時間の節約となる。クメールはオパンプグップ標準をサポートし、インラインやオパンプグップ、マイム法を用いた署名。 暗号化を通じたメールメッセージや添付ファイルの自動的な暗号化、複合、署名の検証を行える。クメールではこの機能を実現するのにニュープグを利用している。ユーザーが視覚的に区別できるように、クメールでは検証したメールを信頼できる署名に対しては緑、信頼できない署名に対しては木、無効な署名に対しては赤、暗号化されたメッセージに対しては 青で色付けする。クメールは S、マイムメッセージやキースメスもサポートする。コンタクト個人情報マネージャースイートの一部として使った場合、クメールはグループウェアクライアントとして動作し、ユーザー間でコンタクトリスト、メール、カレンダーやメモ書きを共有できる。ありがとうございます。